はい、まあ強盗が入ったんでしょうね。すっごい警報になってます。おだすめやす。僕今イギリスにワーキングホリデーで留学中で、スタッフで社員をやらせてもらってます。あらす、まあ、バリスタってやつですね。あらす。今日イギリスでたまにあるストライキという日で電車が1日動かないんですよ。なので僕今日朝6時出勤、バスで早めに来たんですけど、早すぎて朝の4時ですよ。だから僕その辺うろうろ歩いてましたから。基本もう友達な留学生は基本歩いてるんで、あるあるですね。僕この前ヘルスケアってハートのマークのアプリありません、 iPhone に。それ見たら1日平均2万歩って書いてあったんで、僕ポケモン GO やったら卵生まれまくってますってことで、まあなんかちょっと喋ろう。僕今イギリスの某カフェで社員をやってて、そうだ、先週なんですけど、先週それこそポケモン GO のイベントが僕の職場のカフェの近くでよくやってるんですよ。ポケモン GO ってやっぱ世界中で人気なんで、ポケモン GO のガチ勢の方とか、まあファミリー層ですよね、お子様がよく行くんですけど、その流れでうちのカフェによくお客さん来るんですよ。先週もとある家族がうちのカフェの外の席に座ってて、で基本的にうちのカフェは外の席だろうと何も商品買ってないと座っちゃダメなんですよ。ただ僕中からその家族見てて、もうベビーカーに赤ちゃんが乗ってるんでしょうね。みんなで笑顔であやしながら、ピカチュウのお面ビュンビュン振り回しながらあやしてる姿見て、平和とはこういうことなんだろうなと中から見ててね、幸せをまるで体現したような光景に、僕はこれ口出しせんほうがいいなと思ったんです。だから何も言わず中から見守ってて、ポケモンってすごいなとか思いながら、はい、こんなに一家族を笑顔にするって僕涙腺緩くなってちょっとうるうる来ながら見てたんですけど、ちょうどその後外掃除の時間があったんで、そのタイミングでちょっと喋りかけてみようかなと思って、まあ僕テーブル拭きながらその家族に、やっぱ赤ちゃんって可愛いですよねみたいな、僕つたない英語で喋りかけたら、ニコニコしたまあお母さんでしょうね、僕の方ちらって見て、そうなんよ、うちの子が一番可愛いよ、見てあげてみたいなこと言ってくれて、もうみんな笑顔やったから僕もつられて笑顔になって、いやいいっすよねーとか言って、チラッとベビーカーの中見たら赤ちゃんの人形が置いてあったんですよ。で僕ええってなって、赤ちゃん、人形、どういうことみたいな、めっちゃテンパって、いやってち違うやん違うやん違う、俺はなすっごいな、中から見てな、幸せそうな家族がな座ってるの見てな、こういう世界線を築いていこうって、こういう世界線守っていこうって俺思って、だからな、ちょっとでもな、俺もその幸せな空間に混ざりたいなって思ってな、俺喋りかけてんな、拙い英語で喋りかけてん、そしたらなベビーカーの中見たらな、赤ちゃんの人形が置いてあってん、赤ちゃんの人形が置いてあったんですよ。どういうことってなって、めっちゃパニックって、僕えって言ってしまって、そしたらなおその家族笑顔でこっち見てるんですよ。こわーなって、僕めっちゃ走って店内逃げて、いやなんか事情はあると思うんですよね、もしかしたら例えばその家庭が子宝が恵まれなくてとか不幸があったのかもしれないけど、もうその時はもう状況理解できなすぎてパニックって、バーって店内逃げて、もう先輩に一応軽く報告して、いやあの家族なみたいなこと言ったら、まあその家族はなお僕の方をニヤってして去ってったんですよ。でええー、思いながら、怖思いながら、なんかまあ脳裏に焼き付いてるんですけど、もう忘れよう思って、とりあえずその日仕事終わって書いてたら、僕の職場から最寄りの駅の道中に右手側に薬局があるんですよね。で僕その日歩いてたら、その薬局にパトカーが8台ぐらい止まってて、なんか警察がいろんな人に聞き込みしてるんですよ。うわなんかあったんかなとか思いながら僕普通に素通りしてたら、ビターから止まって、あれなんか見たことある光景あったぞと思って 1,2 歩戻って、右手側の薬局振り向いたら、ピカチュウのお面がついてあるベビーカーが置いてあって、あれなんかこれ見たことあるぞ、昼間のって思ったんですけど、そこでなんか知んないけど繋がって、僕の中で待て、あの家族がなんか事件起こしたんじゃないかって勝手にね想像して、で警察がいろんな人に聞き込みしてるから、いやこれ絶対なんかあったなと思う。僕昼間にその家族に会った、その情報を持ってる、これ警察に言った方がいいなと思って、何かしらあったに違いないと、これ警察に言った方がいいと思って、一に押すんだらビターまたから止まって、待てよ、様子のベビーカー見たら赤ちゃんの人形がないんですよ。そこでまたなんかパニックって一人で、あれ待って待って、これな、違うん、もしかしたらな、勝手に俺の想像やで、想像やけどな、そこで思ってん、
そこで思ってん。人形がないってことはな、多分あいつらな、まだ捕まってないんよ。だからな、犯人って、現場に現れるってよく言うやん。やからな、もしかしたらな、今、周りで、あいつらが俺のこと見てて、今、俺が、警察に情報言ったら、俺で顔知られてるから、後々マークされてな、つけられてな、なんかしらされると思ってん。そう、やからな、俺、そん時に確信してん。こいつらまだ逃げてんなって。どこで確信したかっていうとな、ベビーカーの中に、もう一回言うよ。ベビーカーの中に、人形がなかったん。人形がなかったんですよ。僕一人でめっちゃパニックって、捕まってないんや思って、僕一二歩また下がって帰ろうとしたんですけど、また体ビターっと回って、僕の中の正義感ですかね、なんかサトシ、僕の中のサトシがおい待てって言ってるんですよ。正義感が、お前今な、お前な、ここでね、ここで情報言わんかったらな、あいつ何したか知らんよ。あいつが何したか知らんけどな、また新しい被害者が出るねんで、お前それでもええんかって俺の中のサトシが言ってるんですよ。いかんこれはもう言おうと思って、また1、2歩戻って右側の警察の方バタって見て、1、2歩また行ったんですけど、またビターから止まって、やっぱ怖いんですよね。自分の本能がやってるというか、なんか見られてる気がする、直感で。で勝手に僕一人で焦ってて、いやいかんやっぱり危ないまた戻って帰ろうとしたら、またサトシがおい待てって言ってるんですよ。でまた戻って警察に言おうし、でもまた怖なって、また戻って帰ろうとし、でなんか一人で勝手にパニックってて、もうなんか何でしょう、過呼吸って言うんですか、なんかもうハーハー言い出して、なんか焦ってるんですよ自分で。勝手にもう傍から見たら一番僕が怪しいですよね。なんか一人で焦って、何でしょう、動悸って言うんですかね、過呼吸になって、今俺何から逃げてんのみたいな、俺今どこに、どういう状況みたいな、もうとりあえずなんか頭おかしくなって、とりあえず落ち着こうと思って心拍数ね測ろう思って、なんかiPhone のヘルスケア同期してアップルウォッチつけてたら、アップルウォッチで心拍数が今測れるんですよ。でそれ一応見ようと思ってパッて見たんですけど、僕アップルウォッチ持ってないんですよ。それぐらいテンパってて、とりあえず心拍数パー見て、あ俺アップルウォッチ持ってない、あれみたいな、勝手に一人でテンパって、怖だって、なんかバーってテンパって押してたら、自分が今までどこを歩いたかっていう履歴が見れるページになんか飛んで、ヘルスケアの機能か分かんないですけど、あれあーってなってパー開いたら、15分間僕同じとこを右2歩左2歩で行き来してたんですよ。で僕それ見て、いや俺裏技でダークライ捕まえに来てるみたいになってるやんってなった話でしたね。あらしたー。まあ、その後々警察が言うに、窃盗とかをよくやってる詐欺集団でしたね。皆さん気をつけてください。だから普通の家族に変装して物を取っていく窃盗団でした。皆さん詐欺には、窃盗にはお気をつけてください。あらしたー。